で、私のですね、お伝えしている瞑想って、じゃあ何をもって成果として、見ていくかというとですね、時間短縮ができるということなんですよ。何の時間短縮かというと、私たちってこの人生で学ぶべき必要なことを減少化させたりして、例えば、現象としてはあまり自分たちにとってはあまりどっちかというとこんなこと望んでないのになということとかね、嫌だなと思うこととか辛いなと思うこととか、むしろそういう摩擦を感じるような出来事であることの方が多いです。学びはね、どちらかというとピタッと会うとどっちかというとご褒美のようなことがきます。でもどっちもいい悪いじゃなくて、そうやって私たちはですね、この地上の中でいろいろそういうことで学んでいくんですけど、なかなかですね、私たちはそこに、そのメッセージに気づかないと音が大きくなるってことはよくタオ塾なんかでも話して、つまりトントンって気づいたらいいんだけど、気づかないともっとドーンってくるし、それでも気づかないとドカンってきますよね。それが時間をかけてるってことなんです。で、時間をかけても遠回りしてでもいろんなことを学ぶという役割の方もいるし、でも別に今私がこうやってお伝えしているようなことを知ってさえいれば、あなたの本来役割を果たす役割の方にもっともっと時間を使って、気づくまでの時間をそんなに使わなくてもいいじゃないっていうふうにもう私は思うわけですよ。で、つまり例えばですけど、こういう瞑想をやってるだけで味わわなくてもいいたくさんのことがあったんですよっていうことを言いたいんです。だから成果がそういう意味では認識が難しいんですよ。もし自分を光で包み込んで、周りの人を光に包み込んで、その一つの一体感ということで行為を行っていなければ、学ばなければいけないたくさんの、私たちの表現で言うと嫌な出来事をたくさんショートカットしてるんです、実は。だけど、つまり時間を節約してるんですよ。でも私たちはそういうふうにやらないと、あなた分離意識でやったからこういうことが起きるよっていうことを減少化させなきゃいけなくなってくるわけです。だからそれは私たち嫌なことって言ったりしてるんですけどね。だからそういうのをどんどんショートカットしてるっていう成果なので、なかなか、つまり起きないから成果を感じられないっていうのも実はあるんですよ。例えば病気なんていうのは一つそうですよね。病気っていうのもなんか一つのそのズレを教えてくれたりしてる。体にいい生活、ストレスのない日々、そして栄養価のある食事、ね、いい空気を吸っていればならないから、なんていうんですかね、いわゆる何も起きてないから、何をもって成果か分かんないじゃないですか。だけど、初めて病気になって初めて気づく。ああいう食生活をしたからこうなっちゃったんだなとか、ストレス抱えてたからこうなっちゃったんだなってありますよね。だからこれをやると、まさにそれがそういうことで学ばなきゃいけない時間を節約してるってことなんです。そしてあなたがむしろ自分がやるべきことのステージに力を発揮する時間を確保してるっていうことにもなるんですよね。だからこれはですね、そういう意味ではやらなかったらどうなるかっていうのを味わうと、もっと学びが深くなるかもしれませんけど、でもそうやってみんなでね、毎日のように痛がってる必要もないと思いますのでね。まあもっと言うと、それを学ばなきゃいけなかったら、あえてサボる時期を作って学ぶようにするようなね、もっと広大なる計画が見えてきたりもします。まあいずれにしても、そういうふうにね、何か特に人と接するとき、仕事に向かうときに、このわずか10分20分の投資をするかしないかで、どれだけね、あなたにとって時間節約と同時にあなたが役割をね、最大限に発揮することにつながっているかっていうことが分かる。